で、ここはね、教育現場というよりも暮らしの現場なんですよ。暮らしの現場。皆さんこんにちは。信州を楽しむ豊かな住まい、工房信州の家の寺澤です。この番組では信州への移住をお考えの方に向けたお役立ち情報を配信しています。本日は長野県北部の町、飯綱町特集です。信州に移住をお考えの方に必見の番組となっておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。飯綱町は長野市から車で30分ほどの場所にある人口約1万人の小さな町です。標高が高く、寒暖差を生かした農業が盛んです。特にリンゴが有名で、全国に流通しているリンゴの約100個に1個は飯綱産と言われています。四季の移ろいや自然の美しさを年中感じることができる素敵な町です。そんな自然豊かな飯綱町で約27年近く独自の教育を行っている認定こども園大地があります。ここでは子どもたちが一から野菜を作ったり、その野菜を使って一緒に料理をしたりと、子どもやひいては私たち大人にも大切なことを教えてくれる素敵な教育をされています。ここでの教育を求めて全国から入園希望の方が毎年多くいらっしゃいます。今回はそんな大地さんに教育環境の大切さや移住についてのお話を伺っていきます。認定こども園大地にやってきました。ここからは工房信州の家中村と平尾でお送りします。平尾さんは、ここの卒業生なんですよね。そうなんです。幼い頃ここ大地に通っておりました。今日も久々に来たんですが、変わらない風景が広がっていて、すごい懐かしい気持ちとあったかい気持ちです、今。すごい素敵な幼稚園ですよね。ね、すごい自然がいっぱいでいいとこですよね。そうですね。今日はよろしくお願いします。お願いします。それでは大地園長の青山先生と卒業生の平尾さんに大地についてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大地の一般は、一般的な保育園とちょっと違った教育をしているということなんですけれども、平尾さんはどういった思い出がありますか？そうですね、自然の中で育ったなっていうイメージです。思い出です。ここは大地は本当に広場があってリンゴ畑があって、その向こうは森につながってるとか、森を降りれば山を降りれば田んぼが広がっているだとか、なんかこうどこまでも行くような自然の中っていう環境と、遊具一つとっても鉄のブランコじゃなくって、大きい木の枝をにロープを張って行くような、私はそれがすごい好きだったなという思い出があります。大地の教育方針や大事にしていることっていうのはありますか？教育っていうのは目の前じゃなくて、大人になった時にこの子たちがどう思うんだろうかっていうことをね、期待してね、大人になった時にこうよかったなって言ってもらうことが僕らの喜びであって、教育っていうものはそういう長い目を見ていいに違いないなぁなんて気持ちでやってきました。このおじさんだったらなんかそういう憧れとか面白いことをなんか笑って許してくれる、ちょっと内緒だけどとかね、なんかそういうなんか大人が子供にとってはもしかすると大人になるエネルギー幸せじゃないのかなっていうことを考えると、そういう教育をここにしたいなって。あれだよね、やっぱり大人が楽しそうじゃなかった、結構大人が楽しんじゃうみたいなね、なんかそれを見てやっぱり子供っていいなって思うっていうのはあるかな。そういうことを、大地は子供も大人も楽しんでいく人っていうのが特徴だと思います。どういった方が移住してこられるんですか？教育っていう、特に幼児教育、非常にその子供にエネルギーをかける、子供の教育にエネルギーをかける方が多くなっている。子供と一緒にどう過ごしたいか、どう暮らしたいか、子供がいるからこそできる楽しみ、それを求めている人たちを俺たちはターゲットと言っちゃうんですけど、子供と共に自分の人生、親の人生をなんか楽しそうだな、そういうことがなんかほとんどかな。大地を見つけてきて
伊豆なに住んじゃったみたいな。そうですね。そういう人もいるってことですか。そういう人はね、ほとんどです。あのね、移住組のね、面白い一つのキーワードがあるんですよ。え、なんですか。あのね、全然知らない土地に来るわけでしょ。はい、ある日、玄関を開けたら、かぼちゃが置いてあるとかね、リンゴが置いてあるとかね、漬物をいただいたり、ね、リンゴをいただいたりしながら仲良くなって、どんな小さい子もこう受け入れてみんなで遊ぶっていう、小さい子を孫のようにこの近所のおじいちゃんおばあちゃんが見てくれる。そうするとこちらのお母さんもなんか嬉しいし安心するし、やっぱこの辺の人っていうかね、そういう人たちはやっぱそういう子供たちをこう受け入れるっていう意味ではとても喜ぶ、ね、見るだけで喜んでる、ね、そして世話焼きたいじゃないですか。だからそういう中で本当の人間のなんか気の使わない自然なこう関わりみたいなのを子供っていうキーワードでコミュニティができてるみたいな。僕らは子供たちの24時間の暮らしのうちのほんのわずかしか関わってないんですよ。じゃあ何が一番影響があるかっていうと、お父さんお母さん、それが一番子供に接している方なんですよね。親の生き方が子供の生き方に投影されてるんだ。だから僕らはここの保護者、お父さんとお母さんを子供と一緒に暮らす楽しみをある程度提供できるヒントを与える暮らしを僕らはしている。親と子供がどうやって楽しめるかっていう教育ノウハウを第一ではこうやってきた。その自分たちが楽しいと思ったことをただ伝えるっていう、だからこう無理のない形でやってるって感じだよね。で、そうそれでお父さんお母さんが自分たちでこうそれをこうあの選択する、で自分たちが選択するっていうところがすごい大事なことなんじゃないかなって、うん、ここはね、教育現場というよりも暮らしの現場なんですよ。暮らしの現場。それでは皆さんお集まりいただいてありがとうございます。第一の通わせている親御さんたちで移住をされてきたということでお集まりいただきました。はい、東京から来まして、3年目になります。赤木です。はい、お願いします。神奈川から移住しました。はい、今年で4年目、はい、石田です。よろしくお願いします。東京から8年前に引っ越してきました、ルビーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長野市内から半年前に移住してきました藤本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず赤木さん、はい、なぜ飯綱に移住されようと思ったんですか。まあ、この大地が、はい、面白そうだったので、はい、ここに通わせるために、はい、来ました。皆さん第一きっかけで来た方いらっしゃいますか。皆さん第一きっかけで、石田さんは、はい、第一のじゃあどんなところに魅力を感じたんですか。山園長先生がすごいパワフルな方で、まあ、考え方も素敵だなと思いましたし、フィールドもすごく長野素敵だったので、なんかパワーを感じたってことなんですね。そうですね。なんか実際今第一のお子さん通わせてていかがですか。やっぱりこう、まあ、第一のそのスタッフさんや人の魅力もあるし、この自然の魅力も相まっていい意味でこうすごくぶれないというか、もうなんかしっかり芯の強い子たちに育っているなっていうのをすごく感じます。なぜ長野市からあえて飯綱町に移住されたんですか。たまたま夫の職場が飯綱町に転勤になりまして、これはもう全員飯綱に住んだ方がいい、それで思い切って、はい、しないかと走ってました。石田さんにお伺いしたいんですけど、東京、神奈川でも子育てをしていた頃とこっちの飯綱に来て子育てってどう違い、何か違いがありますか。こっち来たら遊ぶところがいっぱいありすぎて、なんだろう、休みの日に困らないというか本当にいろんなところに遊びに行けるのがそうですね、良かったなというか、川に行ったりとか、山登ったりとか、そういうのがすごくできるようになったなと思います。移住をしてきた先輩の皆様から、今後移住を考えている
方に何かアドバイスメッセージとあればお願いしたいんですが、いかがでしょうか。そうですね、自由さとか一体とした時間とか家族の幸せみたいなものもすごく今感じて毎日暮らすことができていて、本当に移住してよかったなって思ってますし、これからなんかすごくリモートワークとかさらに広がっていきそうな感じがするので、だったら絶対スペースが広くて自然と触れ合える田舎で住むのがおすすめというか、私はもうすごく移住してよかったなって思ってますので、やっぱり住んでみたいなとか、ここでこう生活してみたいなと思う土地がもし現れたら、もう思い切って住んでみるのがいいんじゃないかなと思います。子供がね、一緒にいる家族って限られてるじゃないですか、年齢がね、もう思春期とかなっちゃったらもう家族と一緒にいてくれないし、子育てっていうのが実はね、こう目の前の仕事とかいっぱいある中で優先順位結構都会にいたら下がっちゃうんですけど、有限なんだなっていう、そこをすごいなんか、ご年長先生にも言われて、確かに今やらんでいつやるんやっていう、そういう感覚はすごいあったんで、優先順位の高いもののためにどう変えていけるかみたいな工夫するのはすごいいいなと思いますね。素晴らしいですね。飯綱町や大地の魅力をお伝えしてきましたが、いかがでしたか。今回の動画を見て飯綱町や長野県への移住を検討してみたいと思った方は、ぜひ展示場までお問い合わせください。なお、工房信州は長野県内9カ所に住宅展示場がございます。ぜひホームページをご覧ください。ということで、今回の番組はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。